9月30日、佐伯区の雪西公民館で第6回雪ふれあい祭りが開催されました。このお祭りは雪ふれあい祭り実行委員会が毎年開催する地域のお祭りで、およそ200人の人出でにぎわいました。昭和57年だったですかね、この西公民館ができましてね、そして以後公民館単位に公民館祭りを開催していたんです。平成17年にですね、広島市と合併いたしましたよね。それから雪のふれあい祭りということで、広く公民館の地域を広げて、ふれあいの場を設けようということで始まったんです。もう国会中でも半分ぐらいの時間で終わるんじゃないかと思うんでございますよ。かっこいいとこういうとこ動かすんでございますよ。これでもうどちらか先に来てもね、お家までちゃんとこう持っていけるんでございますね。会場内ではステージでの芸能発表のほかに、女性会によるバザーや公民館で活動する各サークルの作品展示会も行われました。地元の人のやはり芸能発表、ここも過疎になってますんで、祭りをして大いに町の人に来ていただいて、雪町の良さを知ってもらいたいなというのが一つの狙いです。実行委員会ではお年寄りにも喜んでもらい、若い人にも集まってもらえるように内容を吟味し、地域のふれあいの場として役割を担っていけるように、このお祭りを続けていくということです。